ドコモプライムシリーズ F-01A は富士通によって開発された NTT ドコモの第3世代携帯電話端末であるドコモプライムシリーズの端末富士通製のプライムシリーズ第1弾ハイスペック防水をキャッチコピーとして採用している機能は F906i をベースにスペックアップしているが従来の横モーションのスイング型では 防水に対応できないことから、画面回転機構は F706i で採用されたオーソドックスな回転に軸型に落ち着いた。防水対応携帯電話では、世界初となるフルワイド VGA 液晶を搭載し、防水携帯、ハイスペックという従来のイメージを払拭している。また、富士通製の携帯電話では f 9 0 1と以来、4年ぶりとなる Bluetooth と、 タッチパネルを採用している。ただし、タッチパネルは横画面時の一部の操作のみにしか使えないが、フルブラウザでタッチパネルによる文字入力ができる。このタッチパネルによる文字入力はにタッチ方式を踏襲したものになっている。メインカメラは F906i よりもスペックアップした約520万画素で、楽々、本プレミアムで採用された。 フルオートフォーカス機能、また顔認識機能などを搭載。ただし、F706i 同様、インカメラが廃止されている。また、F シリーズの伝統である、指紋センサーにも、新たに防水対応のものが採用され、動車性に限らず防水形態として初めてこれを搭載した。なお、従来ドコモで、指紋センサーといえば富士通のみだったが、今回同時に発表された。 SH-01A と SH-03A にも光タッチクルーザーを利用した指紋センサーが搭載され F シリーズ以外では初の搭載となる。サーチキーも搭載している。i モード、フルブラウザ、電話帳、辞書、メール、地図に対応しているなお、マイクロ SDHC メモリーカードについては公式には 8GB までのカードに対応しているが、 1 6イトカードの認識も確認されている。ドコモの新サービスでは、アイコンシェルアイウィジェットアイアプリオンラインのすべてに対応している。これまでの富士通の防水携帯電話は、機能が絞れられた q 7シリーズばかりで、また富士通の q 9シリーズの端末も、実力の高さにもかかわらず、販売台数で、やや苦戦することが多かったようである。しかし、 当端末は、ハイスペック端末で防水を実現したことが幅広い、ユーザーから高く評価されており、99シリーズ時代には、販売台数で差をつけられることが多かった P、SH、N99C、ミューシリーズを抜いている。2009年の夏モデルより、同社携帯電話のイメージキャラクターがエータに変わった、ため、本機種は、木村拓也が、 イメージキャラクターを務めた最後の富士通製ドコモ端末となった。なお、彼を含めて、スマップメンバー全員は2009年から、ソフトバンクモバイルのイメージキャラクターを務めている。プライムシリーズの、ここが知りたい、1 6 g バイトの、マイクロ SDHC は使える f 0 h a n 0 h a p 0 h a s h 0 h a イットメディア、D モバイル携帯販売ランキング、順位の変動、やや穏やかに。総合ランキングは9割が、ドコモ端末 IT メディア、D モバイル、ハット NTT ドコモ端末レス時ランキング携帯ウォッを近去に、ドコモ2.0の CM キャラクターとして出演経験がある。FMV のイメージキャラクターは引き続き彼が務めて、いたが、 2010年夏モデルからはそちらも、唐沢敏明と柴崎光が担当。サブカメラを備えていないため、体を動かすは、非対応。B モードのメールは、ウェブメールとなる。ありがとうございます。